ウォーターワールドは世界のユニバーサルパークスリゾーツにある映画ウォーターワールドをテーマにした超アトラクションである。アトラクション第1号であるハリウッド版は映画の公開と同時の1995年10月21日にアッパーロットにオープンした。パークの開園と同時の2001年3月31日にオープンした。 リニューアル2018年6月1日に大規模なリニューアルが実施された。シアター内のチャンネル数を2倍以上に増やし、小音響をグレードアップした。同施接続時のダイナミック 3D 音響を導入し、臨場感や躍動感を生み出したという。また、スタントアクションの強化、木や水、パイロといった特殊効果の強化、登場人物のセリフや、 役名の一部変更、ヘレンのセリフが吹き替えから、生声への変更、前説の内容の変更、セットの変更などが行われた。小開発担当者で、エグゼクティブディレクターを務めていた、角正一郎は次のように語っている。事故2018年6月7日15時5分頃、水上バイクで水上を走り回っていたマリナーに、スモーカーズのメンバーが飛びかかる場面で二人がぶつかり、 マリナー役の男性が頭に怪我をした。この日は2回公演があり、事故で打ち切られた。同年18年10月25日12時20分頃、スモーカーズが乗る船が転覆するトラブルがあった。二人は自力で脱出し、ショーを見ていた2500人のゲストにも怪我はなかった。2010年3月18日、ザ・ロスト・ワールドにオープンした。 パークの開園と同時にオープンすることが発表されている。舞台は人工浮遊都市アトール。海中の土地から引き上げた部品で作られた。この土地の向こう側には略奪者集団スモーカーズが潜んでおり、政治ニック、ピーターらは常に異常がないか監視している。ある日、ヘレンが土を持って帰ってきた。この土はドライランドのもので、そこへ行けば、 皆が救われるという。しかしその時、ドライランドを狙うスモーカーズが、ヘレンの後を追い、アトールへと侵入してしまう。ニックや、ピーターらは、アトールを守ろうと奮闘するがスモーカーズにより、殺されてしまう。合図でディーコンまでもがアトールへと侵入してしまう。セイジは、ディーコンとヘレンとの駆け引きによって猛毒が入っている、タンクに落とされてしまう。その時、 マリナーが水中から登場し、スモーカーズに立ち向かう。ヘレンも火星するが、ディーコンに背後から殴られ気絶してしまう。ヘレンはすぐに目を覚ますものの、マリナーはディーコンに撃たれ、水中に投げ出されてしまう。アトールの人々やスモーカーズら全員が殺されてしまった時、ディーコンはヘレンと結婚し、共にドライランドの巡礼の旅をすることを思いつく。その時、 殺されたと思われていたマリナーが姿を現し、ディーコンに再び立ち向かう。ディーコンはヘレンに銃を向けるが、マリナーが邪魔をしたために用意していた脱出用の飛行機に当たってしまい、墜落してしまう。ディーコンは腹いせにマリナーに追い打ちをかけるが、ヘレンの攻撃によって自身が火の玉となり、水中に落下してしまう。マリナーとヘレンはガスタンクの爆発する直前で、 ボートに乗って逃げ切り、スモーカーズの野望は消えた。本アトラクションは批判的で、金銭的にも失敗したと言われていたが、高く評価され、1996年にはテーマエンターテインメント協会より表彰された。ありがとうございます。